スコット・マイケル・マクレーンはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手。愛称はマックなど。1990年の MLB ドラフト22巡目でボルチモア・オリオールズに指名され契約。ニューヨーク・メッツを経て1998年にタンパベイ・デビル・レイズでメジャーデビュー。しかし、 目立った活躍はできず、翌1999年オフに解雇された。2000年はコロラドロッキーズ参加のトリプル A 級コロラドスプリングスでプレーした。2001年に東尾治む監督率いる西武ライオンズに入団。同じ年に入団したアレックス・カブレイラとのコンビはツイン・バズーカと称され、この年は39本塁打を放った。翌2002年は飛躍が期待されたが、 手首の故障でシーズンの大半を棒に振ってしまう。復活した2003年は26本塁打を放つも、外角の変化球に弱いという弱点を覚えられたことで、225の低打率にあえぎ、ホセ・フェルナンデスと入れ替わりでセーブを解雇された。2004年はシカゴ・カブスとマイナー契約を結んでいたが、カブレラが故障し、長距離砲の補強が急務だったセーブに4月末に、 復帰した。しかし打率、181、本塁打4本と大きく期待を裏切って同年、限りで、再び解雇された。なお、この年のマクレーンは、背番号、00を使用したが、この数字が使われたのは西部ライオンズ、球団史上初だった。2005年はカブスで7年ぶりのメジャー復帰を果たした。2006年は、オークランドアスレチックス参加のトリプル A 級。 サクラメントで28本類が107打点を記録し、パシフィックコーストリーグの MVP に選ばれた。2007年にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約し、メジャー昇格を果たす。翌2008年はトリプル A 級フレーズの出ダリズ。329本類が108打点を記録。そしてシーズン終盤にメジャーに昇格し、9月3日のタイ。 コロラドロッキーズ戦でプロ19年目36歳にしてメジャー初本塁打を放った。2009年にトリプル A 級フレーズのを経て4月27日に広島東洋カープと年俸2000万円の1年契約で合意し5月1日に入団会見を行った。 翌5月2日の対東京ヤクルトスワローズ戦では5番レフトでスタメン出場し2点差で迎えた6回裏に一条安弘からレフトスタンドへ飛び込む遺跡後発本塁打を放った8月27日の対東京ヤクルトスワローズ戦ではハーフスイングを取られて起こり牧田たただし平ら球心に侮辱発言をしたためマーティブラウン監督と共に退場になった チームトップの18本塁打を記録したものの、甲府町の波が激しく、同年限りで対談となった。広島対談後の2010年に、カブスとのマイナー契約を経て、カブスのスカウトとなった。同年オフ、広島の中米スカウトに就任。主に、アメリカ東部地区を担当する、三類守備で堅実なグラブ裁きや強権を見せていた。なお、西部在籍時代は、 勝ち試合では終盤ほとんど上田博明を守備固めとして送られている。西武ライオンズ在籍時にはアレックスカブレイラ欠場時に一塁を守ることもあった。帰国後の2006年トリプル A 級で松井和夫は別チームに所属するマクレーンに会う機会があった。松井はマクレーンとは西武時代に大館山で食事をしたり、マクレーンの住むフロリダに遊びに行ったりしていたことが、 あるとのこと。松井自身のブログによると、娘が生まれたという。また、ブログに掲載された写真を見ると、マクレーンと生死で刺繍された水野のグラブをアメリカでも使用していたことがわかる。ありがとうございます。